さ、最近さ、表紙どうしたんだろうね。何？え、アンアンってエロ本？違うよ。アンアンはだって DVD ついてますよ。え、これエッチな DVD が。ええ、ちょ、あ、アンアンの男の、え、これ、え、これ、エッチしてんじゃん。これ完璧そういう写真でしょ。あ、でもだって表紙に書いてあるもの、この高まりを伝えたいからって。ほらほら、見て見て、さくらさん。これでもあーんに載ってるやつだから、エロ本じゃないから、あーんだよ。キスマイの藤ヶ谷くん、ちょっとこれ乳首見せてる。これさ、じゃあちょっと ここがあれじゃ、え、ちょっと、あー、いいですね。いいっすよ。これ全部翼がやるの？全部夜長さんです。はっ、え、アンアンって何、毎回こんなことやってるんですか？じゃあもうアンアン飼ってる人信用できない。え、ほらほら、まつんじゃん、まつんじゃん、見て見て。なんか、え、ちょっとこれなんでブリーフみたいなの入ってる？白ブリーフじゃない？ちょっと、いや、ちょっと嫌だかも、これ。パイセン、興味津々すぎるでしょ。もう面白い。あの、18歳以上の方で。わ、ほら、すごいこれ。えぇー！ 2 ページ目行ったらすごいの出てきた。桜さんが、桜さんがもう、大丈夫ですか、桜さん。放心状態です、桜さんが。大丈夫ですか？その画像もちょっと大きくなります。じゃあさくらさんに大丈夫ですか。ちゃんと見て、現実を見て。でもなんかそう、薄めで見てる。どうですか。そう、なんかゴッホかなって。薄めで今薄めで見てます。うん、あー、え、絵画だと思えばね。そう、なんかそう、あのミロのヴィーナスかなって思えばいけるかも。あー、なるほど、なるほど。なんか、煩悩を捨て去れば。煩悩ですか？捨て去れば、芸術だって思えば、うん、あの、楽しめます。やはり、桜彩音も煩悩が溜まっていると。たくさんあると。え、それ誰？これ見て、女性陣はどうするの？あら、綺麗ってなるんじゃない？え、あら、綺麗？あら、綺麗って。毛生えてんのに？いや、でも、言うじゃん。言うけど、まだ綺麗な方だよ。だって芸能人だよ。ね、イケメンの芸能人ね。ジャニーズって毛生えてんだ。My time has come. You must continue your journey without me. What are you? What? ちょっと待って、アンアンの話とかしなくていいの？いいの？アンアン買ってきたんだよ。買ってきた、当たり前じゃん。うん。私見たよ、全部。でもちょっとやだ。この一星さんのね、素敵なショット。私見てないんだけど。だって見てないっていうか。なんかパッて開けたらさ、一星が女性食ってたんだもん。その時どういう気持ちを抱いたんですか？なんか違う。なんか私の持ってた高橋一星じゃなかった。っなんかだって乳首ついてんだもん。なんか。でもちょっとずつこれをさ、木にさ、現実見てこう。現実見てこう。いや、んだってちょっと嫌なんだもん。いや、私のいいページは、ここ、これ、これ。あう、もうやだもう、ちょっと待って、でもこれはもうわかんない。これ、大丈夫？見えてないよね。わかんない、よく。いや、薄めやん、もう。それ中学生がエッチなビデオのところこうやってやるやつじゃん。違うもんね。え？見るなら堂々と見なさいよ。やだ。見ないなら捨てなさい。私がもらいます、これは。なんでよ。かっこいいから。私の一世だもん。あんたの一世じゃないよ。誰の一世なの？みんなの一世。だからこれは私がもらった。なんでだよ、これも意味わかんない。もういいか。ダメ、ダメ、ダメ。タイプがつけた。うわぁ！うわぁ！やめろ。
うん、さっき心理テスト面白かったね、ちょっとね。うん。あんま言えない心理テストじゃん。言えないけど、うん。大西さんはもっと頑張りな。あんた現実を見な。かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。